ハイプレボルドモヤ求人です。戦力外の元西武、中日、小川龍也、メキシカンリーグと契約へということでございまして、今季限りで西武をですね、退団となっていた小川選手、なかなかね、次の所属先が発表されませんでしたが、今回ですね、メキシカンリーグと契約したということが判明いたしました。今回はね、小川選手の成績とかも見ていきながら、後半にはメキシカンリーグについてのお話もしていきたいと思いますので、それではまず記事から見ていきましょう。はい、西武戦力外の小川がメキシカンリーグ入り。西武を、昨年限りで退団した小川龍也投手がメキシカンリーグモンテレイに入団すると球団公式ツイッターが伝えた。30歳の小川は2009年ドラフト2位で中日入り、18年途中に西武へ金銭トレードで移籍、19年には自己最多55試合登板、4勝1敗、1セーブ、15ホールド、防御率 2.58 をマーク。20年も38登板したものの、昨年は5試合登板、10月に戦力外通告を受け12球団合同トライアウトに参加しておりました。通算187試合登板で8勝5敗、1セーブ、35ホールド、防御率は 2.69。球団の公式ツイッターは小川選手の特別映像を公開、中日時代のユニフォームを着た澤を日本語でも紹介しているということですね。過去にモンテレーでは元 DeNA の荒波外野手らがプレーしているということです。はい、ということで、小川選手メキシカンリーグということでございます。まあ、成績もね良かったので NPB から話があってもおかしくない選手ではあったんですけれども、海外に行くということでございます。では小川選手ね、ざっと成績も含めね、もっと詳しく見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。小川龍也選手、 NPB では12年間プレーいたしました。出身地は千葉県、1991年9月3日生まれ、30歳、182センチ、85キロポジションピッチャーで、左投げ左打ちのサウスポーの選手です。2009年ドラフト2位で中日に入団、昨シーズンの年俸は西武で3700万円でございました。平均球速がですね、約133キロということで、変速の左ピッチャーということで、球速はね、速くはないんですけれども、球種がスライダー、カーブ、スクリュー、シュートと、多彩な変化球を持っている選手です。中継ぎをこなすサイドスロー左腕で、中日時代は入団からなかなか1軍で出番がなかったんですが、7年目の16年に44試合に登板し活躍。しかし翌年はそれほど出番が増えずに、18年途中に西武にトレード。見事中継ぎにはまりチームのリーグ優勝に貢献しました。その後も活躍したんですが、昨シーズンは1軍登板少なく、10月に戦力外通告を受けていたと。はい、で成績もチェックしていきましょう。通算成績がですね、187試合で8勝5敗、35ホールド、1セーブ、 143.22イニング、防御率 2.69、 奪三振率 6.39、 与四球率 3.88 という成績でございました。はい、で昨シーズンの1軍成績は5試合で0勝0敗、2.0イニング、防御率 9.00 ということで、なかなかね活躍できなかった昨シーズン。しかし2軍では31試合1勝1敗、2セーブ、31.2イニング、防御率 0.85、 奪三振率 5.97、 与四球率 1.99 ということで、2軍ではね抜群の成績を残していた、選手でございました。しかしですね、NPB からの、戦力外になってからお話はなくですね、ワールドトライアウトを受けていたというね、情報も入ってきておりました。これは牧田選手とかとね、一緒に受けていたっていう画像が回ってきましたので、なので海外に、試合を向けていたっていうところはね、あったんでしょうが、それもあって今回ね、メキシカンリーグ行きということが決まったということでございます。はい、ではですね、そのメキシカンリーグについてもね、お話ししていきましょう。はい、ではメキシカンリーグについてお話ししていきます。まずは近年メキシカンリーグでプレーした主な選手っていうのをね、日本人選手で見ていきましょう。ウィンターリーグは抜いてますので、見ていくと、まず中村勝選手、2021年に契約、契約はですね、リーグ最優秀選手に選出されました。大活躍でしたね。打工のリーグなんですが、その中でもしっかりと先発ピッチャーの役割を果たしていたと。こんな活躍はね、日本でも取り上げられたりしておりましたので、知ってる方も多いかなと。はい、そして西武、巨人などでプレーした高木選手も2020年、21年に契約しておりました。しかし20年はコロナの影響でシーズン中止となって、翌年に再契約するも登板することなく2月に退団ということで、結局ね、プレーすることはなかったんですけど、契約はしていたと。で2019年には荒波選手、 DeNA でプレーした選手ですね。彼の場合は1番センターでレギュラーを掴んでおりました。しかしですね、外国人枠の関係で6月に退団ということで、メキシカンリーグの構造上ですね、メジャーリーグの選手、AAA の選手っていうのがシーズンの、終盤になると、結構ね流れてきますので、外国人枠の争いっていうのもきつくなるんですよね。その影響を受けて荒波選手は退団ということになりました。
で、久保選手ですね、阪神 DeNA ロッテで活躍された選手ですが、もう19年にですね、プレーしてオールスターに選出され最多奪三振を獲得、残留の線もあったんですが契約不履行などもあり退団ということで、まあ、給料のね未払いとかもあったみたいで、まあ、メキシカンリーグって言ってもね、それは稀なケースみたいなんですが、球団によってはですねこういうこともあると。で、楽天でプレーした横山選手もですね、19年、メキシカンリーグと5月に契約し入団するも登板契約なく退団ということになっております。はい。なので、まあ、2019年、から見てもですね、結構な選手がメキシカンリーグでプレーしていると。なので、確実に日本人選手が増えている傾向にね、あるんですね。はい。しかし外国人枠争いが厳しいとは先ほどもちらっと言ったんですが、まあ、日本人選手がメキシカンリーグに行くとなれば外国人枠なんですよね。そうなればメジャーレベルの選手や、AAA レベルの選手っていうのもね、ザラにいるところもありますので、まあ、そうなると1シーズン丸々プレーするっていうのが難しくなってきます。はい。で、まあ、お給料なんですけど、1年目は月給制でございまして、だいたい50万から100万円というふうに外国人選手の初年度は言われております。なので、そこそこもらえますね。だいたいシーズンが4月から、8月、プレイオフ合わせた9月ということなんで、だいたい5、6ヶ月ということになります。まあ、250万円から600万円ぐらいの間では、もらえるのかなと。ただね、これ1シーズンしっかりプレイしないといけないので、途中で解雇されれば、月給のさらに日割りというね、感じで、給料が発生するので、まあ全然もらえないケースもあるということでございます。まあしかしですね、トップ層は年俸3000万クラスもいるというふうに言われておりますので、まあ日本の独立よりもですね確実に稼げるリーグではあるということがねわかるかなと。なので本当に実力さえあれば、その腕一本で稼げるというところはですね、まあ、魅力的なのかなっていうふうには思います。はい。というわけで以上が、小川選手が行くメキシカンリーグの解説でございました。今日は以上でございます。最後ね、さっと、反応を見て終わりましょう。はい。ではネットでの反応ですね、見ていきましょう。小川メキシカンリーグが頑張って NPB 復活を目指してほしいなということですね。そうですね、まず率直にね、決まってよかったなっていうところですね。メキシカンリーグも誰でもね、いける、挑戦できるリーグではないので、まあ選ばれたものにしかね、無理なところなので、まあ挑戦権が与えられたっていう意味ではね、よかったなと。で、NPB 復帰っていうところもね、全然可能性はあるかなっていうふうには思いますし、小川選手もね、一つそこはある程度ね、目標には置いているのかなと。実際ですね、メキシカンリーグ、行ってから日本にね、来た選手っていうのもいますし、まあ、年齢的にも30歳、31歳というところなんで、まだまだね、そこはクリアできているところかなっていうふうには思いますので、まあ、実力をね、発揮さえできれば、まあ、月給のね、契約なんで、今シーズン中にまた NPB に戻ってくる可能性も全然あるのかなっていうふうには思いますので、まあ、非常に楽しみでございます。はい。こちらを見ていきましょう。問題は無事メキシコに渡れるかどうかだなというコメントもありました。まあちょっとねコロナの関係とかで、まあ、そこら辺はどうなのかなっていうふうに思うんですけど、まあただ出る分にはねそこまで規制っていうのはないのかなっていうふうに思うんで、渡航自体は全然できると思うんですよね。ただ2020年にですねメキシカンリーグは、まあちらっとね先ほども言ったんですけど、コロナの影響でシーズンが中止になったっていう経緯もあります。まあ昨シーズン2021年はね、まあ、開催できたんですけど、まあもしかしたら中止になる可能性もゼロではないので、まあ、不安点としてはそこかなっていうふうには思います。まあコロナもね、ある中で、異国の地っていうところで不安なところはあるかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、しっかりと、頑張っていただきたいなっていうふうに思います。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。